始めましょうか。コアモスさんとジャンです。本日もよろしくお願いします。今日から幻想水湖展3、PS2 やっていきます。まあ当然ながら初見でございます、ね。初見です。はい。いやー楽しみですね。今作、主人公が3人いるっぽくて、まあ説明書見る限りだと、1人が、ヒューゴかな、ってやつが、ルシアの、息子なんですかね。まあ、そんなような感じで書いてありました。あと、舞台が、あれですね、やっぱ、西側のグラスランドですね。前回名前だけでした、グラスランドで。ヒントは今作も出てくるっぽいですね。ヒントはなんか前作もありました、ね。ヒントっていうのと、あともう一個が、あれですよね。ハルモニア新生国ですね。名前だけ出てて、まあ、あれですね、登場人物を見せたんですけど、まあ実際行くことはなかったです。じゃあこの辺が出てくるっていうのをまあ楽しみにしながらやっていきましょうか。というわけで開始しますよ。ベータ内でスタート。早速来たね。これ、主人公の名前でいいんですかね。炎の家でも、キャラがすでに3人いるんですよね。また違うのか。ああ、どうしましょうね。名前入れるのか。そうですね。名前入れるんですよね。前作2また、あ、2の読み込みあるんだ。いやー、2はなんか PSP なんでないですよね。ないですよ、これ。いやー、すげえっすね。1。なるほどね。はいはい。これあるとやっぱ違ってたんだ。いやー、ないです。すみません、ないです。PSP やった。いやー、これあるとは思わなかったな。しょうがないっすね、こればっかり。前作のキャラ出てくるってことですかね。いや、無理っすね。無理なんてもう諦めます。ヒューゴから行きましょうか。ああ、これなんか別のキャラ出てくるってことですかね。3人選べるけど、この辺も出てくる可能性があるとか。主人公もちょっと気になりますよね。順番から行くとやっぱヒューゴなんですけどね。どうしよっかな。まあヒューゴから行きましょうか。まあルシアのやるんですね。関連の話よね。馴染みやすいかもしんないですよね。どうでしょう。でも、ルシアって、デーサの敵だったキャラなんで、まあ、その辺どういう感じで出てくるかっていうか。ちょっと、音が低いんで上げます。これ上げれればいいんですけど。あとはまあ気になってるのは108世がどういう感じで仲間になるかってことですよね。3人主人公がいるんで、まあそれぞれに仲間になって最終的になんかライブアライブの最終章みたいな感じになるんですかね。で全員108世がそこで揃うみたいな感じになるかもしれない。やっぱりわかんないんで、また楽しみにしておきましょうか。よう、ヒューゴ、また朝の散歩会。馬が汗まみれ、相当飛ばしてみたいだから、寝ぼけも、この、精霊を叩き起こして連れ去られそう。確か3はボイスない、っぽいですね。捕まらない自信ならさ、そろそろ俺が村一番の、馬の乗り手だもん。地の精霊に捕まえるようならないと、カラヤの恥だよ。ああ、まあそうだな。馬の乗り手ならお前にかなう奴はいないぞ。地の精霊。全く人間ってのは迷信深いな。ダッククランじゃ、そんなの尻尾の毛の先ほども信じる奴なんかいないぞ。かもね、グッド。
でも血のせいじゃなくても草原には何が潜んでいるかわからないからな。それは言えてる。いや、すごいっすね。いや、進歩しましたね。完全に 3D キャラになってんな、今作は。いつだって気を抜かないのが軍人の務めだ。まあね。それに軍曹とフーバーがいてくれれば、鉄砲は、相手だって怖くはないぞ。そうとも、そうとも。もちろんそうだと思う。なあ、フーバー。ウィーン。わわわわ。でかい声いきなり出すなって言ってるだろ。げえ、ははは言います。ああって朝飯にしよう。そう、ふうば。相当笑ってるんですか。待ってました。ルキアのその、料理は、弓の腕前と並ぶほどだからな。楽しいです。UI もがっつり変わってきて、しかもイラストもかなりいいっすね、このさ。ウィーン。ウーバー、お前の分を用意してあるよ、行ってきな。いやいや、もうあれで上昇みたいなのがあったんだ。で、蝶が進むたびにセーブできるって感じか。なるほど。じゃあ、とりあえずセーブしときましょう。これ、いくつ消費するんだろうな。書いてねえかな、いくつ消費する。135だ。いや、結構消費すんな。なるほどね。じゃあ、第1射いきましょう。はい、ヒューゴ。起きてわかる。さて、お前もお袋の朝飯目当てか？なんだ、誰かルーの他にも来てるのか。朝飯目当てのやつってのはどうだ？また大体2時間ぐらいで区切りますね。多分、鳥の街とかも出る可能性があるんで、きっちりその辺を見ながらちょっとやっていきたいですね。ああ。また朝の散歩会費が、朝食を用意してあるよ。軍曹とルールの分。百歩。今まで見てた攻略サイトはなかったんで、別のサイトです。ちょっと心配です。記載されてればいいですね、順番通り。わーい。じゃあ、俺も。九号、朝食の後でいいから私のところへ来ておくれ。大事な頼み事がある。大事な頼み事。いや、しれっとルシアが出てますよね。まずは朝食にしてきなさい。遅れを取ると軍曹とルーが平らげてしまうよ。確かに、あんな顔でしたもんね。ああ。俺の腹を見てみろ。こんなに膨らんじまってるぞ。やだ、前作のキャラのコンパクトができるってことっすよね。しょうがないですね。軍曹のお腹は最初から膨れてるじゃないか。いや、だったら分けとくなよっていう感じっすよね。だってリマスター版も今後出るのにさ、リコのデータはコンパクトできないっすからね。そういえばさっきルシア続々と何か話してみたいだけど何かあったのか。さあ、大事な話があるから後で来いってさ、なんだろう。さあな、お前が遊んでばかりいるから怒られるんじゃないのか。喋るね、このダチョウ。軍曹。軍曹だから。ジョー軍曹。ああ、まあ行ってみるか。そうなら僕の家の方に向かったよ。さっき窓から見えてたの。隊列変更。こっちでいきなり4人いますね。いきなり4人いるわ。少ないっすよね、現時点で。あれか、S とかあの辺を見ねえといけないのか。いやー、わかんねえな、S か M か書いてねえじゃん。何これ、見てみねえとわかんねえ。
点がガラッと変わってるなってこと。印象とかはまあ相変わらずあります。癒しの風が使えますよと。あれ、そっか、風か。いや、風は微妙っすね。でも水は回復っすね。あれ。光る風。あと 1.8 倍か。それもこの左と右につけられる感じか。スキル。スキルってなんだ。それが、しかもなんか、これもなんかスキルの経験値みたいなのもあるのか。ああ、結構大変ですね。やり込みが普通にありそうですね。これが装備で、ステータス。ってことはあれかな ?S とか M とか気にしなくていいんですかねこれ。これいいっすけど、なんか、気になるな。名前の横のなんかあの、四角いポツみたいな。これが気になりますね。メッセージ早いで。あ、これじゃあげらんねえんだ。できるんだ。今の塚にもいい嫁が来てくれて、これで一安心だよ。いやー、遅いなー、ダッシュ。めちゃくちゃ遅いっす。さっきそこで拾ったの、これ欲しかったらあげるよ。来た。どっけしを受け取る。断るがあるのかよくわかんねえけど、はい。敵と上がってスキルを上げるのが強くなるために力にしたヒューがスキル。今、こうやって天外負けと同じような感じ。熟練度みたいな感じです。経験値。この辺りにいい掘り出し物はねえかな。とにかく技を使いまくるしかないです。ヒューゴちゃんと体も鍛えてるから稽古のいつでもつけてやるよ。わ、死な。うわあ、しかもこれできるんだ。ちょっと待って。こういう感じなんですかね。やると上がるけど。ああ、これであれなんですかね。基本的に上げる感じなんですかね。お待ちください。ああ、下のスキルっていうのが、はいはい、消費されて、そのまま、命中率も上げておきましょうか。あったらですね。200ある。1、両方いけますね。いやー、これ細かいですね。これ細けえわ。両方いけんの。やっていいのかすげえな。適当にやったあー、ちょっと待ってください。なんか他にはいっぱいありますね。消去ってのは消すことができるか。素質消す。なんか使うんですか。あー、これで覚えられるの。進行法、移動速度を上昇。あ、こういうのが欲しいですね。欲しいですね。あれ?覚えねえじゃん。覚えねえじゃん。汎用スキルってとこで覚えられるわけじゃねえ。いや、よくわかんないっすね。足りてんじゃん、スキル。説明。
あ、アンナさん、今度お店出すんだっけ？小さな酒場だけど、お客さんで、昼ごつにはジュースは出せないけど、回転したらできると。みたいな。ああ、絶対行くよ。なんか 3D になったことで会話に時間かかりそうっすね。鉄頭って何のことかな。結構いろんなゲーム一緒っすよね。いいかい、ゼクセンの、鉄塔どもには決して気を許すんじゃないよ。ワークが難しいっすね。動かせらんねん。じゃないか、ちゃんと母さん手伝いしてるか。とりあえず自分の家と。ルシア族長ならルーの家にいるってさ。みんな出かけてんだ。あ、忙しい。でも族長の手伝いできるの嬉しい。族長がルシア。料理はもともと好きだったけど、やっぱり自分以外に食べてくれる人が作り甲斐がある。ヨウヒュウも料理の作れる嫁さんいいぞ。いや、ほんと結婚してよかった俺。よく似合うでいいな。わざわざ父親から、来た甲斐があったよ。父親って間違うんだ。いや、ヨウヒュウゴ、毎日剣の手入れしてるから、持ってくれ、いつも鍛えてやるから。あれ、鍛える？あ、これ、鍛冶屋なんだ。なるほどね。鍛冶屋は、まあ、あったよね。金600はきついっすね。やっちゃってもいいっすけどね。ふっふ。ギアとか見とけば。そろそろ他の武器も欲しいんだけど、なかなか自分に合うものが見つからないな。武器は常に用意しておかないとな。今は休戦中在いつ戦いなのか。今日はね、あ、いや、通れねえ、おっさん。おっさん。おっさん、そこ通れねえと無理だよ、おっさん。いやー、通れねえ。いやー、カメラワークがすげえむずいんだけど。いやー、むずい。あれね、どこ行ったの？マスカマンさん、武器を見せたりするんじゃ、いや、いたよ、ハイソン。やっぱりダックの場合に連れて行っても、水がいっぱいなんだ。いやー、広いっすね、一つの街が。
アホ掘り出し物シリーズもあるのか。3D ってのがメインの回か、最初に。C っての、ランクが上がっていくタイプなんですかね、今作は。ダはいらないです。ああ、この粒いいよな、この辺の丸みとかさ。いや、あれか、火のあれがねえから、もう役に立ったりするかもしれないですね。来ましたね。下がるな。ああ、でも無理っすね。買えない。いいのしか売ってねえじゃん。しかも全部下がるって、マジで意味が分かって。掘り出し物？ウィングブーツか。いや、いきなり1万かよ。いや、おかしいだろ、これ。何も買えねえぞ、しばらく。モフさんとおじやんのゲーム実況始まるよ。今回は1、初見実況、進化したグラフィックと今回は複数主人公による幻想水都電アイアイアイ PS2 RETRO をレトロゲームになります。久しぶりに泊まっていくかね。セーブ、あ、セーブできるんだこれ。そっか、やだやだからか。モフおじです。現在配信を頑張っておりますが、年のせいか仕事で体力を使ってしまうので、その後の飯食った後に仮眠を取らないとしんどいです。年のせいというか、運動をしないといかんですよね。仲間の名前が出る感じですかね。あ、出たね。みんな12とかの結構レベルあるんですよね。きっと来てください。一つの話はもう短いのかもしれないですね。こんだけレベルあるんで。どうすんだ。いや、ジンバ、またやってるのかい、それ。おお、ヒーローか。そうだな、野ざらしなんで、東京に手入れしてやらんと。それ、ゼクテンの、鉄塔の鎧だろ。どうしてそんなもの置いてるんだよ。ああ、まあ、昔の因縁ってやつも。エクセンってのは今回の国の名前っぽいです。ちょっと覚えてみましょうか。ジンバニーに言われると何度もその話聞いたけど教えてくれないんだ。昔あった戦士のもんだって。あ、そうだな。お前が俺の話が分かるような年になったら教えてやるか。じゃあ、一体いつのことだよ。もう何年も同じこと言ってるじゃないか。お前さんが何年も成長しないと。ずっと。ああ。そんな大事なものなら、外に置いとくこともないのに。ルース母さんがな、鉄の匂いがするって嫌うんだよ、あの人。そうか。そんな顔すんなよ、ヒュー。オイラの兄ちゃんたちはみんな立派な戦士だったんだぜ。今はジンバ兄がいるしな。おいおい、騒がしいと思ったらヒューゴスじゃないかい。ちゃんと食べてるかい。もっと太らなきゃダメだよ。あ、会うたびにそれ言われちゃヒューゴの立場はないじゃないか。来たわね、ヒュー。用事ってなんだい、母さん。ゼクテンとの間に休戦の協調が進んでいるのは知ってるだろう。それについての、新書を届けてほしい。届け先はゼクセンの首都、ビネゼルゼクセだ。気になり、そのゼクセンの使徒ってとこに行くことなんだ。一週間ほどの旅になる。ゼクセンの使徒。ゼクセンの使徒。ああ、そうだ。そこのギルド、評議会議長に親書を渡してくれればいい。ゼクセンの使徒、ビレ、デルゼクセはグラスランドにはないような大きな町だ。道は石造り、壁も石造りの町だ。役目を終えたら見物して回るといいさ。親書って。新書って、
休戦の協定のための前交渉とか、ゼクセンの評議会には新書の使者を出すという知らせを行っている。ユーゴ、お前はグラスランドのシックスクラウンの一つ、カラヤ族の族長もそうだ。新書の使者としては十分な身分さ。使者として、族長が出るわけにはいかない。ゼクセンとグラスランドは、常に対等でなくてはならないぞ。ここでヒューゴ、お前にその役目を与えられたの。やってくれな、ヒューゴ。面白そうだ。面白そうだ。ああ、ルシア、あんたの息子はジャガーよりも勇敢だよ。ヒューゴ、無事に行ってらっしゃい。あ、まさ、任せときな。ヒューゴにはダッククランで一番の勇者、上軍曹様がついてるし。僕も行くよ。ね、いいだろうか、それ。ルルくん。4人来るってことですか？ルル、あんたはまたヒューゴは彼らの代表として行くんだよ。あんたなんかついていけるわけないだろ。大丈夫だって、ヒューゴも軍曹もそれにフーバーもいるんだよ。危ないことなんてないよ。まったく遊びじゃないんだよ。わかってるかね、この子は。いやー、戦闘が気になるんですよね。大丈夫だよな、ヒューゴ。任せとけよ。任せとけよ、ルル。悪霊相手だって仕留めてみせる。ヒュー、かっこいいこと言うね、ヒュー。てん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 。仕方ないことね。ヒュー、あなた用意しておきなさい。出発は明日の朝よ。ヒュー、ルル。ゼクセンの姿を見て、よく見てくるんだ。鉄塔ばかりがゼクセンではないからな。うん、順番に。とっていう言葉頻繁に出てきます。ぐっと二人をお願いね。ああ。で、森ででっかい敵に会うかもしれない。で、なんかすぐに逃げるの。戦ったに今勝てねえ。勝てねえんだ。マジか、そういうタイプが出てくるのか。気をつけて、ね、帰ってきたらミネゼルゼスだ。聞かせてちょうだいね。悪いけどうちのルールを頼むよ、ヒューゴ。このまま行ったら遠慮なく叱ってやってくれ。ねえ、ヒューゴ、早めに明日の支度をしておきなさい。もう行かねえのかよ。ほらほら、出発は明日だ。早く戻って準備をした方がいいぞ。いけない、ね、今日は宝くじの当選日なんだ。家にでも使わせて。こっちにいるやつ話せねえの。言えねえから。そういえば話せんの。を話せるって回ってるだけです。自分に行きゃいいってこと。出発の準備でも始めるのか。どう。やんないと進まないし。そっか、じゃあ俺も準備しないとな。明日な、ヒューゴ。おぉ、寝坊すんだよ。それじゃあ俺たちも荷物集めようぜ。着替えは10着もあればいいか。ダウンローディング。怖ないです。なんだなんだ、みんな集まっちゃって。ちょっと行って帰ってくるだけじゃねえか。そうね。ほら、ルー、早くしなさい。わ、ちょっと待ってよ。荷物多すぎ。
いいの、旅先じゃ何があるかわからないんだからね。ほらほら、薬もちゃんと持ったんでしょうね。大丈夫だって言ってるだろう。もう本当にこの子は、いい旅先じゃ気をつけるんだよ。どんな意思切そうに見えても、ゼクセン人を何考えてるかわからないんだからね。はいはい、寄り道しない。変なもん食わない。生水は飲まない。大丈夫だろう。ゆうご、お前も気をつけるんだよ。お前には外の世界を見てきてほしい。でもね、お前がちゃんと戻ってくることが一番の願いだからね。心配してくれてるね、ルシア。我が息子、ヒューゴに風と地の精霊の顔があらんこと。なんだよ、大丈夫だって。なんだよ、大丈夫だって。反抗期が。出るの出るの、それよりもうちょっと甘えときな。すげえ抱きつかれてる。わが息子ルルに風邪と手入れの顔があらんこと。苦しいよ。ひぃさあ、そうそう、出れましたね。川崎エンカウントするってことですか。カメラワークで移動しなきゃいけない。地図見ながらじゃないと無理っすね、これ。ユーゴ、頼みがあるんだ。聞いてくれるか。なんだい、ジンバ。これを。これから行くビネゼル、ゼクセに、ライトフェロー家という屋敷があるさ。そこにこれを届けてくれないか。モフおじです。40代になってもそこまでシワは出てきません。何年前に死んだゼクセンの戦士のもん。これを家のものに渡し、これの持ち主であるゼクセンの戦士は一般細胞を遂げたと伝えてほしい。戦士の魂、大事なもん。大事なもんだ。わかった、必ず届けるよ。ペンタグラムを手に入れた。俺の唯一の心の声が晴れるというもんだ。気をつけていけよ、ヒュー。お前と共に精霊があらんこと。ありがとう、ジンバ。ルーも気をつけてな。ルースを悲しませるようなことをするなよ。あ、大丈夫さ。じゃあ行ってくるよ、ジンバに。あのグリフォンがすげえ気になりますね。選べんですかね、行ける場所。あ、そういうタイプなんだ。あ、はいはい。あ、これ楽っすね。ここ移動は楽だな。こっちに行けばいいの。ここですかね。じゃあ、ここダックもいますね。あれ？こっちかじゃん。ここか。あ、じゃあこっちに行けないんですかね、今。最初のラス。いけんじゃん。いや、行っちゃっていいのかな、こっち。いや、広いな。いや、変換しますね、やっぱり。二人で行動やんか。うわ、すげえ、走ってる。走ってるな、走ってますね。あ、強いね。軍装が強い。一度通過すれば、もしかしたらショートカットできるかもしれないですね。勝ってんな。なんかスキルは上がっています。
出口でいいの。バックいけるっぽいです。じゃあいけないんですか。ああ、いけねえんだ。なるほどね。イランチさんって、ショートカットはできねえっぽいな、これ。バックの寄り道してみましょうか。もっと、全然見た目変わりましたね。行けっていう流れですよ。あ、じゃあ、休戦交渉したって何があるかもわからないからね。いや、水着だ。大雨が降ると水かさが上がって、ここら一帯水浸しになるんです。カレリアの商人さんがわざわざこのぐらいの水醤油を買いに来るんだ。ダック村の醤油は人気なんだよ、知ってた。ダック、無駄だけあってダックがいっぱいいるとか。水車って面白いな。そこのあれですかね、故郷ですかね。ワイドと。なんか記憶できるんですよね。予定ができた時に。一応こういう。の正解です。あ、前作と一緒です。シルエットね。まあ、やでやか。マークでわかりやすいっすね。いや、僕は少年探偵キッド。怪事件を得たのな。僕で、いや、この辺仲間になるタイプか。いやー、こういうのあったいっすね。遅いって、ね、頻繁にセーブしなくていいような気がする。すげえ遅いっすね。さらに奥に行けんと。ディアちゃん。いやいや、お前も来ていたのか。俺もちょっとやべえでここまで来たんだ。こうやって。あれ、ワイ。日々の修行あるのなんで、ワイなんだよ。イニシャル。上登れんのか。いや、細けえな、上登れんのか。時間かかるかもしれないな。
旅の合間に読んでいた本です。よろしかった。わあ、くれるんだ。で、今後ファンを受け取る。来ましたね。旅っていうのは秋とかどんな感じなんすか？パーティーアイテムか。何があるのか。あ、これだ。5ページ分か。なるほどね。そんな持てないっすね。いやー、ちょっとアイテムの取り忘れ気をつけないようにしましょう。最初の村に戻って取り忘れちゃった。でも、クッキーだけだと思う。システムが違うんだよ。違う。ようこそダーククライ。私はこの、びっくりしてたな。村長さん、外にいる。いや、ああ、捨てた。攻撃所だ。攻撃所あるんだ。攻撃所だ。ちなみときましょうか。噂話。ああ、一緒っすね。醤油砂糖。モッサントおじやんです。先日略称は、モフおじで決定しました。よろしくね。ちょっと待って、これ、横ありますね。ちょっと待って、シレット、これ、横に移動するタイプなんだ。あー、こういうタイプなんだ。あ、アメって書いてあるのかもしれません。これ猫がいるのがすげえかわいいんだけど。かけれればいいんだけど。ってことでいろいろ土地は回るけどね、西の方がなんだかきな臭いんだよね。西っていうのはまあこれから向かうあれですね。攻略サイトに耐えますか。あ、もしなんやか。全然違います。全然違う。確かに。火魔法とか覚えられるんだ。いやー、これでかいっすね。火覚えとこうかな。ですか。あ、ちょっとね、これ適性があんのか。なるほどね。そこそこできますとか、いろいろ書いてある。なるほど。いいな。時間がかかりますばっかじゃねえ。はい。
買わせる気がねえな、このゲーム。俺はこの店の用心も、だがこの前の事件なのか、何ですか。おかげで。たいんです。まあ今こっちがメインじゃないんでいっかとりあえず。あ、実体験できないですかね。どうしよう。あれ覚えてないっす。わかんねえなあそこのやつ。ヒルに出てくるあれさ、火のやつもよくわかんないっすね。効力上がるっていうだけなのかもしれないっすね。レベル上がったっぽいですね。はい、だーってな。いやー、なんかどっくらってんすか。いやー、もう死にそうなんですけど、早くねえか。打ち切りましょうか。あ、いいよ、もう。死にそうになるの早すぎだって。まあ、しんどいっすね。あ、医者あんない、一応。会えばいいのか。なんかね、今までの経験が役に立つそうっす。あ、なるほど、二人回復できるんだ。正門があるわけじゃないの。それともやっぱ寂しくなったのか。取れないってこっち。いや、中入ったね。中入ったね。やっと、
やい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 やっていう感じですね。すげえめんどくさいっすね。あ、これだ。ねえねえ、お薬。荷物が入りなくなってよかったもん。だけだ、自由。モフさんとおじやんです。現在生配信は Twitch。アーカイブや動画は YouTube。モフさん動画は TikTok で活動してます。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、Twitch や TikTok のフォロー。拡散などお願いします。ですか。いやもう覚えないですかい。あ、これでいいです。あ、しゃべる。ああ、ちょっと早くなった。オッケー、オッケー、オッケー。いや、いいっすね、進行。あれか。ちょっと早くなってる。いいになってたのを、もうちょい上げていくと、さらに足が速くなるっていう感じですね。アームルヘリゲン。同じような作りですやっぱり。これなんでしょうね。庭園感とさ。わあ、来た。これが強力技か。面白いですね。3D ならではの強力バサス。A ポイントですかね。あ、セーブポイントだ。なるほどね。はい。確かに見た目は確かに前作と一緒か。ただ回復とかもしてくれないですね。してくれねえ。
あ、すげえ乗ってる。いる状態なんす。いいね、207。いや、強いな、これ。変な。暗闇っすかね。かかってるように見えるな。見えるな。これ、マークついてんの。あ、違うかな。違うな。違いますね。歌詞だけじゃねえんだ。結構広いっすね、今回。い中に入った。これ確かにあの前作のやつも入ってたね。同じタイプか、これ。慣れればなんとかできそうな感じですね。ここは特に大したことできないんで、だったら外れしかない。買ってみてもいいですけど、買おうかじゃあ。いやー、体力ね、もうねえじゃねえけど。タンメンにした名前が、後々どう使うのかちょっとよくわかんないです。英雄のなとか書いてあったけど、最終的にあれですかね、そのちゃんとした主人公が出てくる。キエドとか名前変えらんないっすもん、ね、可能性あんのか。だから前作のタンタンメンとか唐揚げくんとか、あの辺のタイプが出てくるかもしれないですね。お金困ってるね。やっぱり攻撃に限る。リーダーになる人っすよね。拠点のリーダーになる人が出てくる可能性。あ、これ攻撃所じゃん。こんなとこにもあんだ、攻撃所。こっちで面白い話を教えてやるよ。会社聞いてみましょうか。どこも砂糖不足で、持ってるなら売った方が勝ちだね。
ああいう情報は聞けるのか。私ここに来るのは初めてなの。石造りの建物ってすごいんだけど、なんか冷たい感じがするわね。あれ？城？城？城感がないんですけど。あ、こっからが城なんだ。城を通過して先に行くんですかね。うわぁ、これはすげえな、石造りの山だぜ。でっかい通りだな。ここにあのね、鉄塔たちが捕まってるのか。そうだな。キュイーン。さあ、キョロキョロしてないで行くぞ。こっから敵地だ。気をつける。敵地ってことは、エンカウントするって。まさか。人がいるから大丈夫か。いくつかばあちゃんの元気かも。アイテムはい、おかしいな。騎士団長と副団長は戦場で亡くなられたのが、葬儀の話は全然聞かないんだ。なんか人がいたよね。石ぐらいですかね。モフさんとオジアンです。してます。先日略称はいい生き物なんか暴れたりせんで決定しました。よろしくね。暴れるかもしれない。その先はブラジルとか、なんか暗黒か。要調子だ。俺は買い物に来ただけなんだけど、ゼクセンの連中ってみんな頭固いのかね。高いね。ずっと向こうまで見える。いや、この石の建物を見せてあげようと思って出てきたの。さあ、立ち上げて、つかなくて。目当てのものが品切れらしい。2、3日待てって言うけど、これそんなの待つの。たちのこと、鉄塔鉄塔ってなんだ？用がないから解いてくれ。兵士のこと、鉄塔って呼んでんのかな？おかしいな。騎士団長と副団長が戦場に流れたのか。これ、いい話だ。でかい生き物連れてるのはグラスランドの新しい乗り物かい。ヒューゴじゃない。こんなとこで何して行くの？ビネ・デルゼクセン行くの大変です。怪我しないよね。知り合いが普通にいるんだね。鍛冶屋か。鍛えられますかね。1500はきついなぁ。いや、赤いっすね。ルールちょっと鍛えときましょうか。安いんで。鍛えれてないっすね。いやぁ、どうしよっかなぁ。いやぁ、どうしよっか。ヒューゴ鍛えるかじゃあ。いやぁ、カジュアルに持ってかれますね。一気に。高くて買えねえしな。輝き、うん、こんなもんか。しかしクリス様の輝きの前には、なんだお前、何やつか。これ僕やか。いや、使えねえんだろ。だって基本的に高いんですよね。いいか、上がりますね。こっちが上がるのか。なるほどね。いや、僕が基本的に下がるのはこの辺だけっすね。じゃあいいか、あんま気にしなくて。あ、こっち上がるんだ。いや、でも2番とか無理だって。だから僕が買わせる気は一切ないっす。95編に関しては。もうねじって動かなくなるな。ベルってこれあれですかね。ワン、ツー両方出てきたやつですかね。カラクリのやつっすよ。子供がこのね、怪我したんでお薬を探してるんで、ついでに何か掘り出し物を。通るとこ出てくんのかな。
3は一切出てこねえかなと思ったんですけど、引き継ぎ要素があるっぽいんだよな。グラスランド騎士っていう。彼らのことね、私は同じ人間を憎むのは悲しいことだと思っている。もちろん人はそう思わない人も多いからね、気をつけるんだよ。先が城ですかね。熱線量であることも全員。騎士団がね、ついた時の戦いで結構痛手を負ったみたいなんだからみんなイライラしてるのか。グラス城の中ではあまりうろうろしないように、はい、します。これ、ケースに並べよう。どいたどいた。一体何の騒ぎだ？ああ、ナイス。だから早く溶けって。アスランの使者が来たらすぐにでも協定、あれじゃない、主人公じゃん、クリス。ああ、騎士団6騎士がそのまま待って、ああ、こういう感じでかぶるんですね。何分ちょっと急ぎなんして。セリフが飛んで早いですね。なんなんだ、セリフは早いですね。いててて。ガショね、それが迷惑をかけた。いやクリスさんも、いや鉄塔の助けが抜かれるかい。鉄塔ってクリスは兵士なんです。そのことわかる。そうさ、あんたは誰だい。そうさ、あんたは誰だい。そうか、これは失礼した。ゼクセン騎士団隊長代執行クリス・ライトフェロ。ライトフェローってもしかして。クリス様、時間に遅れます。行きましょう。おい、ちょっと待って、まだ話を。控えろ、グラスランドの蛮族が。この地には我ら貴様の命を左右する権利があるのだぞ。何を？と敵対してますね。やめろ、普及。お急いください、クリスさん。ああ、分かっている。それでは失礼する。すまなかったな、少年よ。悪いやつではなさそうですよね、クリス。隣の側近がね、あれですね、性格悪そうですけど。ここはすでに絶弁量だ。主張すること。それじゃあ、本当にごめんなさい。ちぇ、なんだよ、鉄塔たちめ。偉そうに。しかし、鉄塔の中身っていうのは、ヒゲ面の男ばかりだと思ってたのが意外だったな。急なんだよ。鉄仮面みたいなのをかぶっ、みんなかぶってるだろう。いや、それしたいんです。お前のモンパは最近、勲章を、受けた新人騎士団の早さを舐めらなかった。この鎧が重くて重くて立ってるだけで足が痺れるのは内緒だ。あ、ここはまた別の場所なんだ。しれっと言いますね。こんな気づかねえって。静かに僕は今追われてる身なんだ。先輩のマーガリータ、クリスの、リータの素敵です。憧れ。ただこのマーガリータの美しい気持ち、そして立ってるだけで溢れてる躍動感。これ以上の馬はなかなかおらん。いや、ざっとしよっかな。話してる間も移動しちゃうんだよね、PC が。見直
話しちゃいますよね、ちょっとしまくって。重曹のやつが話してたらちょっとそれは、喋りましょうか。得しましょうか。避難はできるんです。ヒーローを開けなきゃ。最近流行のレッドペッパー料理の本を探してる。資料館。意味はや、何の本かっていかに楽をするかというか。モフさんとおじやんです。先日略称はモフおじで決定しました。安息。よろしくね。やめてほしいです。いけるかな？このおじやす。おっと、見たことあるぞ。ちょっと待って、これ2の人じゃない？これ。これ2の人だ。ああ、そうだ。やっぱジンさんだ。来た来た。いらっしゃいませ。いや、美人なんです。タリタンバイパーボスなのか。手の魔法は使えます。あれかな、前作のあれだったね。主人公のやつの劣化版みたいな感じですかね。劣化もできるって書いてあるやつ。君の笑顔はこの花のようにやっきゃ一回宝くじなんてあるんですか。これでも遅そうです。良い敵がいる。いや、こんなのどうやって判断すればいいんだろう。でかさですかね。でかさで判断するしかねえのかな。彼は彼女、祝福している人が一人目なくても一緒に聞いた。ああ、なんすか、民族の違いだ。なるほどね。恋しちゃったとか。君の瞳のように似てると思う。ないね。デートの安全に時間がない。全く禁止。スポットにして
したやつを選んでくれ。あ、ついに森なんだ。ここから強い敵が出る可能性があるって気をつけましょう。西へ進めはゼクセンだからこっちへ行ったよな。なんだよ、道知ってるんじゃないのか。知ってるさ、だから西だって言ってるじゃないか。俺の尻尾もそうだって言ってるぞ。まあ間違っていないようだから先へ進む。一回ぐらい合図してくれそうな気がしますけど、めちゃくちゃ強いでしょこれ。いやー、二つ道があるんですけど、いやー、これどっちが正解だよ。いきなり二つに分かれてますけど、いやー、やっぱ変な方行かない方がいいやん、気がする。気がする。大丈夫。ってだかもしんねえな。調べた方がいいんだよ。あった。ほら、生えかけの薬草つ。あるんだ、しれっと。あ、薬。なるほどね。こう光ってんのを調べるべきなんだ。いやすげえ、60も減ってるよ。すげえよ、減り方が。はい、こいつ食われるな。食われすぎでしょ、どう見ても。
へ早く城へ行こう。リコ、こんな様子で奴ら逃げてしまう。聞いたことありますね、リコって。すいません、フレッツ様。なんか見たことあるね。前作いたやつですよね、多分。フレッド、フレッドってあれかな、あの、弱っちいやつっすよね。あれと一緒にいたやつっすね、フレッド。あれ忘れちゃった。ネクロ、ワンのネクロード。ネクロードのあれっすよね。捕まってて、一緒にいたやつっすよね。大変戦乱の目が生まれたならば、我々とマクシミリアン騎士団は、ついに立ち上がりその目をつまねばならない。今はその時なのぞりと、我々の使命は重いぞ。はい、分かってます、フレッド。分かってくれればいい、さあ行くぞ。いや。君、少年、このグラスランドに悪しき騎士が現れたらしい。話を聞いたことはないか。知らないよ。そうか、ありがとう。行くぞ、リコ。はい。あ、ちょっと待って。モフオジです。ゲーム実況チャンネルへようこそ。レトロからジョイフルや最近のゲームまでやりたいようやってます。応援してくれる方いましたらよろしくお願いします。そう、本当に迷ってなかったの？もちろんだ。俺もここに入るのは初めてだけど。さてと、フードバー、お前はここまでだ。しばらくは近くの森に隠れてね。連れて行っちゃダメなのか、軍曹。まあな、途中の街で変な目で見られてたのに気づかなかったのか。ああ、でもあれって軍曹のことかと。どっちもどっちですけど、そんなわけないだろ。ヒュー、いらすんの、すまんな、フーバー。お前は外へ待ってろ。なるほど。狩りはしてもいいけど、町の人のものは取っちゃダメだ。それから冒険者に見つかるのよ。ヒュー、私が住んだら合流する感じかな。またな。
管理する。ここに待ってたの。賢いっすけどね、かなり。バーパーティーから外れた。ちに入れた方がいいのかな。一人でちょっとかなり心細いけそうですね。ここは税制の地とか、さすが俺も初めて見る。いや、これは探索しがいがあるな。いや、めちゃくちゃ広いや。いや、作り込んだね。なんかすごいね。ああ、でもあまり好みじゃないな。俺たちには風吹く草原が似合ってるのさ。用事を済ましたらさっさと戻るのが良さそうだ。なるほどね。クリフとパワーバンクってのかな。シャムです。システムみたいな感じさ。ちっこ。家に入って、家入れないのか、ここに関しては。いてるのか。いてるとこは入れる。いてます。
あ、来た、来たね。薬草の種。モフおじです。結構雑なタイプの人間だとは思うのですが、朝夜のモフさんのご飯をあげるのを忘れたことが今のところ一度もありません。奇跡ですよね。いや、すげえと思う。それで回復させましょうか。いや、300か、高えな。よく高く感じる。子供に話したいんだって。子供に話したい。あ、これだ。これお母さん買ってくれたんだけど、よく、ちゃったからあげます。脚本に。脚本ってのも。部屋の部屋もちゃんと用意されて、しかも全部入れんのかい。待ちってますもん。しっかり待ちの数用意されてそう。出てますね。
けえな。安いっすけど。円盤バラ。いや、来たね。スリーや。どうでやった？いいね、確かに。誰かいませんかって言わないとダメなの。出てきた。いやー、サボってんだ、おい。あ、安い。ちょっと安くね、これ。あー、売ってねえのか。街だとなんですね。一つの街見るに結構時間かかっちゃいますね。しょうがないですけど。あ、ひとかないや。こっちでも買えねえや。い
や、高えな、この辺欲しいですけどね。そう、ヒューゴ編が終わるまで手出せないかもしれないです。髪型も。いいなこれ。黄色くなってんじゃんっていう感じですけど、なんかあるんでしょうね。入り方いや、カメラは慣れないっすね、高い。こういう系のやってたんで、まあ全く無理ってわけではないです。モフおじです。40代になってもそこまでシワは出てきません。変わったといえばもみあげに白髪が生えてきたぐらいですね。芸能人見ると50代ぐらいでシワが増えているように見えるので、そこら辺になったら要注意ですね。ジンバネス。彼のルースの息子ジンバから預かってきたもん。ジンバ様ですか。それと、あと、新書の件があるってことですね。どうかしたのか。いえ、失礼しました。わざわざ届けていただきましてありがとうございます。こちらの品は、現当主であられるクリス様に責任を持ってほしい。あ、クリスなんだ。エンタグラムを手渡した。なんだよ、それじゃあこれで。あ、お待ちください。大事な品を届けていただいたのですから、多少なりともお礼をしたいのですが。お礼？そうだな。いいんだったらいいんですけど。わかりました。少々お待ちください。結構汚いですよ、洗濯機。では、お礼です。お納めください。足りないですと。なんと、それは失礼しました。少々お待ちを。まあ、金持ってるのがいいです。クリスにはちょっと、気が引けますけど。
それではこれでよろしいですか。これで OK ですね。うん、ありがとう。うん、ありがとう。いえ、本当にありがとうございました。気をつけてお帰りください。それじゃあ、あれ足りないですと、追い出されるんです。ここまでで止めたこと。てん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 。グラスランドの民とは素直なのか、変わっているのか。よし、これでジンバの頼みは果たしたぞ。まあ、僕と会うことはないでしょ。できるけど。あ、入れねえ、入れねえ、入れねえ。今日はちょっと次行く場所なんで、一人話してないの話したいんですけど、こいつかな。一人集んでいつか僕は連れ弟子になるんだ。違うな、違う。最初のとこっすね。こっち、とか行かねえとダメなんだ。あ、これだ。これ私が考えた料理のレシピなんですけど、よろしかったら差し上げましょうか。いやー、こんな、見逃しますね、こんな。いいしよ。立ってればなんか、あるんですけど、いい動いてた。人は話せる。中は何のかな、ちょっとわかんない。やってる港の近くですよ。バザールのその近くの人に聞くのがいい。いました。新書かな。ここが一番立派な建物な。例の評議会の場所なんじゃないか。誰かに聞いてみよう。そうだね、あそこの鉄塔に聞いてみよう。トーティーナリーが鉄頭っていう。どっちでしょうね。ごめん、じゃあ評議会ってのある場所を探してるんだけど。鉄頭ですか。言葉は通じないのか。そんなことないよね。街中で喋ってることは一緒だったよ。いいし。ああ、なんか答えだろう。喋って。なんだか知らないけど、なんか入っちゃうぜ。それはダメらしい。止められた？ああ、なんだよ。新種。
しを見せられたんですかね。待て待て、お前ら、ボール様に任せとけ。我々グラスランド6クラウンの一つ、カラヤ族のサトル、ルチア族勝利、ゼキセン勝利、次長宛の越進承諾された、正式の使者であろう、取り次ぎ願いたい。あなた方が使者であるという証明ありますか、新社。証明？何を言ってる。こいつはルシア族その息子のヒュークだ。証拠はそれで十分だ。俺はルースの息子のルーだ。かけっこならヒューゴにも負けないぞ。喋り出しました。わかりました。まずは中へ。おい、そう、はい、何入っていったぞ。何の呪文なのさ。やつらの頭はリザードクラーの連中よりも硬いからな。ちょいとばかりコツがいるのさ。なるほど。賢いな、このアヒル。なるほどね。行くぞ、ヒュー。しっかり任務を果たさないと。モフおじです。ゲーム実況チャンネルへようこそ。レトロからちょいフルや最近のゲームまでやりたいようやってます。応援してくれる方いましたらよろしくお願いします。欲しいな。母さんから知らせがすでに届いてるって聞いてたんだけど、商人との駆け引きってやつ。駆け引き、やつらそいつが重要だと思ってるのさ。すぐに会ったりすると舐められるとでも考えてるに違いない。そんなものか。まったく腹の立つ。そっか、駆け引きね。あ、でも、もしかしてひょっとしてここにもちょっといるってこと。うん、ちょっと見物して回ってもいいのか。仕方ないだろうな。夜はどっかの宿を取ることにしよう。それぐらいの金を預かってきてるから。かわいい。ウーバー、大丈夫かな。そっか、ウーバー3日も放置させることになるってことですね。いや、心配ですけど。川崎も全く飲んでます。やべや、行ってみるか、一旦。なかったんですか。よっ、そう言われてもね、なかったか、なかった。分かってくれないと。そんなことはない。父さん、嘘つきなんかじゃない。本当だ、本当だ。しかしな、捜索隊に5人も募って、北の山へ行ってきたんだが、君の父さんは見つからなかったし、船なんて影の形もなかった。だけど、君がその目で見たっていうのかい。でも、父さんは嘘つきなんかじゃない。わかった。お方嘘がバレるのは怖くて逃げ出したんだろう。まったくあの父親にしてこの子はありと。嫌なタイプ出てきましたね、さっと。なんで、そんなに言うな、僕は船があるんで、証明してやる。何？待てこら、おい。イベントだった。部屋は空いているよ。いや、違うな。じゃねえな。
かなり分かりづらいです。いや、分かりづらいわ。いや、ね、なんかね、何回か話したりする。発見イベント発生する。これがうまくいったっぽい。イベント発生したんで、庄屋に行きゃいいの。しかし、やるように止まんないとダメかもしれないですね。かとか言ってた。どうやってどこだった？チーズ。いいよ。そうです。ああ、さっき昼間に来た。エアーラニス。母さんが豆のスープを全部飲むのに遊びに行っちゃいけないって言うと、匂いがきついからあれ嫌いなんだよ。どうしたながらに怒ってんの？違うでしょ、ユリオット。チキノの忘れたの。あ、そうか。セイロア騎士団副団長、銀の乙女アラニスの、プレート申し訳ない。母さんが豆のスープ。もうユリオットだ。それじゃあ、後ろに行くわよ。ああいうこと忘れてない、ユリオット。大丈夫。これたときに笑うと全然パンです。いや、意味ないのに。はい。いいぞ。お、あの、ブラックチーくんだ。例の。言いましょうか。わ、いねえわ、チキショー。いやー、このスープみたいなのないっすよね。あ、はしごあった。いやー、こんなとこあったよ。これ気づかなかった。これは気づきませんでした。あったら入れるのか。あ、見える見えるだ。今開けるよ。あ、待って。エメルヴィルと合言葉、合言葉。あ、そうか。じゃあエメルヴィル、合言葉はちゃんと覚えてる。エリオット。これですかね。お、溺れた、高き我らゼクゼンの騎士。高き我らゼクゼンの騎士。よし、今開けるよ。入ってすぐバレますけど。あれあれ、メルビーじゃない。誰あなた？そうね、わかったわ。あなた、この城、乗っ取りに来たんでしょ？そうはいかないよ。乗っ取りに来たの？この銀の乙女、第二騎士アラニスと、疾風の剣士、第三騎士イリオット、お相手するわよ。戦うのかい？僕も戦うの？子供と戦うの？まさか。あ、おじけついたんじゃないでしょう。これ高木我らゼクセンの三騎士と言いました。高木我らゼクセンの三騎士。おい、あるにし、エリオット開けてくれよ。あれ、誰この人、お客さん？てん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 。まあ、そうなりますよ。けど、何が目的でここに来たのかわかんないし。そっか、グラスランドから来たんだ。すごいな。彼ら族、彼らの代表としてこのゼクセンに来たんだ。まあ、暇だからって思うんですよね。じゃあ、その腰の剣って本、一応ね。わあ。僕の父さんだって本物の剣を持つよ。父さんって街中で言い争ってるのは君だろう。何があったんだ。はいはい。そっかそっか。これ繋がってんのか。俺の父さんドナー通りで一番の剣の使い手で。ゼクセンの一番のトレジャーハンターでしょ。
僕の一番の憧れの人だな。もうアラニス、エリオット。それで2ヶ月ほど前に父さんが北の山へ行ってきたんだ。そしてそこで大きな船を見たって言って、もう一度出発したんだ。メルビルのお父さんが見つけた船だもん。お宝でいっぱいのはずで。でも父さんはまだ帰ってこなくて、業務さんが、捜索隊出してくれたんだけど。大丈夫よ、メルビル。ビリーおじさんのことはお宝探しに夢中になってるだけだよ。それにビリーおじさんが嘘なんて言うはずないよ。船が見つからなかったなんて業務が嘘を言ってるに決まってるわ。そうだね。父さんも嘘つきなんかじゃない。嘘なんか言ってない。ねえ、セイロアキシさんで北の山に行こうよ。船を見つけるのよね。良い考えでしょ。やっぱり行く流れなんだ。僕らだけ北の山に行くの。ダメだよ。父さんも石さんも危険なことをするのは本当に勇気じゃない。窓を開けるとも不散が大警備してくれるので、うちは安全ですね。もできたし、ね、来た。傭兵ってもしかして。傭兵ってもしかして。もちろんあなたに決まってるでしょ。セイロア騎士だ。そうか、まだ自己紹介してなかったね。僕はセイロア騎士団第一騎士、烈火の剣士、メルヴィル。らしく、銀の乙女、アラニス。同じく、疾風の剣士、エリオット。僕ら三人揃ってセイロア騎士団を誇れた三騎士。結局これなんだ。そうだな、やることもないし、付き合うか。本当？本当に本当？ほっとくと君たちだけで息が浮かめないし。やったら、こうなったら早いところ支度しないと。行けなかったとこに行けるようになるんですかね。じゃあ、1時間後にセイガルモン、入り口の指紋だよ。1時間後にそこでね、待ってるからね、必ず来てね。一斉ロキシダン、出陣だ。ここから出る。これかな？これだ。来た。あ、来た来た。こっちだよ。本当に来てくれたんだ。よかった。彼らの対抗、ヒューゴ卿。セイロア騎士団へようこそ。彼らの対抗、ヒューゴ卿って。だって彼らの代表で来たんでしょ。それが偉そうだよ。民族だっての気づかれてないです。さあ行こう、北の山に船と、そして。大丈夫、分かってるよ。メルビーのお父さんも助けるんだよね。
同行者か。なるほどね。家はパーティーに入った。あれ、そう、いや、これ戦うのか、こいつら。戦えるんですね。なるほど。いや、ちょっと弱えなぁ。いや、弱えなぁ、これ。いや、これ無理だろ。これレベル上げねえと無理だろ、絶対。子供攻撃ってのもいいよ。そう、水溝殿であれば、低レベルの人がすぐレベル上がる。戦ってりゃいいかなっていう感じですかね。次回はここに行くことになると思います。なんでまあ、できれます。よし。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。次回もよろしくお願いします。ゆっくり楽しんでいきましょう。では、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、拡散などをお願いします。また、Twitch フォローもお願いします。